多細胞生物の出現と酸素濃度。原生代末期の中国南部の大陸棚で堆積したドーシャンツオ層に見られるリン媒石中から1998年に驚くべき発見がありました。動物の肺、細胞分裂中の受精卵のように見えるサブミリメートルサイズの化石です。この肺化石が属する分類群は議論のあるところですが、おそらくは新生構成動物、つまり動物のものであろうと考えられています。これは動物化石としては最古のものです。ドーシャンツオ層の下位の地層はマリノアン氷河時代の氷河性堆積物で、つまりスノーボールアースイベントのすぐ後で多細胞動物が出現したように見えます。年代的にはマリノアン氷河時代が終わったのが約6億3500万年前。肺化石の産出は若いもので約5億9000万年前、最古のものは約6億3000万年前です。全球凍結が終わって500万年でそのような大きな生物進化が生じたとは考えにくいとする立場に立てば、マリノアン氷河時代以前に多細胞動物が出現していたことになります。実際、海面動物のバイオマーカー分子化石がマリノアン氷河時代の氷河堆積物直下で検出されたとする報告もあります。しかし、もしそれが本当だとすれば、多細胞動物が全球凍結下の地球を生き延びたことということになりますが、それはさらに考えにくいことから、やはり全球凍結直後に多細胞動物が出現したのではないかと考えられます。なぜマリノアン氷河時代直後にそのようなことが起こったのでしょうか。ドーシャンツオ層の肺化石の出現する地層よりも下位において、モリブデンやバナジウム、ウランなどの酸化還元敏感元素の濃臭層が発見されました。このことはマリノアン氷河時代直後に酸素の多い環境になったことを示しています。これは原生代初期のマグガニン氷河時代と同じ状況です。マグガニン氷河時代の氷河堆積物はその直下をマンガンの鉱床によって覆われていることが知られています。マンガンは太古代において海水中に溶存していたと考えられているのですが、酸素があると反応して酸化沈殿します。マンガンは事実上酸素がないと酸化できず、それが地球史上初めてマグガニン氷河時代の直後に大規模に酸化沈殿していることから、大酸素濃度の上昇が全球凍結直後に生じた可能性が示唆されています。私たちの研究グループは全球凍結直後の高温環境によって大陸から生物必須元素が大量に海洋に供給されたため、光合成生物であるシアノバクテリアの爆発的な繁殖が生じて大気中の酸素濃度の急上昇がもたらされたのではないかという仮説を提唱しています。この時同時に酸素濃度のオーバーシュートが生じることも説明することができます。もしこれが本当ならば、スノーボールアースイベントの直後に酸素濃度の急上昇が必然的に引き起こされるということになります。同じことが原生代後期マリノアン氷河時代直後にも起こった可能性が考えられます。原生代後期酸素イベントによって大気中の酸素濃度は現在にほぼ近いレベルにまで上昇したとされています。多細胞動物はコラーゲンという細胞同士の接着や
接合組織に力学的強度を与える機能を持つタンパク質を生産して多細胞化、大型化を可能にしたと考えられていますが、コラーゲンの合成には大量の酸素が必要だとされています。この点は動物の起源と大気中の酸素濃度の関係として古くから指摘されているものです。スノーボールアースイベントと大気中の酸素濃度の上昇イベント、そして生物の大進化は原生代のというよりも地球史における最重要の出来事と言うべきものです。地球環境と生物を劇的に変えた地球史上類を見ない複数の出来事が互いに関係し合っていたのだとしたら、それが原生代において生じたのは偶然だったのか、それとも必然だったのか。補足。全球凍結状態では海が凍りついてしまうことから、二酸化炭素をほとんど吸収せず、火山から放出された二酸化炭素は海に吸収されることなく大気中に蓄積していく。このため二酸化炭素の濃度は約2000年間かけて最終的に現在の400倍程度に達したとされる。その大きな温室効果が大気の温度を最大で100度近く上昇させ、結果として平均気温は40度程度となって氷床が溶け出し、全球凍結状態から脱却したと考えられている。よろしければチャンネル登録と高評価をいただけると励みになります。以上、4代目ケンケンでした。